こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、一日一元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはフランスの軍人皇帝ナポレオン・ボナパルトのこの言葉。二人の優秀な司令官よりも一人の無能な司令官の方がまだマシだ。組織において二人の司令官が各々違う決断を下してしまったら組織はどうなるでしょうか。しかも両方とも有能だったら組織はどう動けばいいのでしょうか。その危険性が分かっていたからこそナポレオンは共同統治を拒否しました。あなたの会社に社長は二人いますか。何があろうとも一つの組織にリーダーは一人です。今日はナポレオンの言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。